全世界で知らない人を探すことの方が難しいくらい有名なゲーム、マリオシリーズ。あなたもプレイしたことがあるかもしれませんね。しかし、そんなマリオにも知られざる恐ろしい話が眠っていたのです。どうもこんにちは、リンです。今回はマリオシリーズの裏設定を5つご紹介いたします。この動画をご覧になったあなたは、ぜひコメントや評価をお寄せくださいね。では、行ってみましょう。ね、た、ざ、ん、ま、い、ネタ三昧。マリオの職業。我らが主人公、マリオの仕事は配管工。これは公式にも認められている歴史とした設定です。しかし、本来の職業は配管工ではなく、もともとは大工さんだったとのこと。ところが、スーパーマリオブラザーズが発売されると、彼は不思議な土管から出たり入ったりしており、当時遊んでいたプレイヤーは、そのイメージの強さから、マリオは配管工と勘違いしてしまったのです。あまりにも多くのプレイヤーが勘違いしてしまったので、本来は大工さんであったにもかかわらず、スタッフがマリオは配管工と公式に認めてしまったのが真相です。また、マリオの本名もマリオマリオであると、生みの親である宮本茂さんが発言しています。シリーズによって医者になったりレーサーになったりと、幅広い仕事を経験しているマリオマリオさん。大工や配管工以外にもマルチな才能を持つ、まさにマンマミーアなキャラだったのですね。スーパーキノコの正体。マリオやルイージが大きくなるスーパーキノコ。マリオが小さい時、大変ありがたい存在です。赤くてキュートな特徴を持っているスーパーキノコなのですが、モデルが存在するとのこと。それがこちらです。ベニテングダッケ。アジアやヨーロッパ、北アメリカなど広く見られるベニテングダケは毒性です。命に関わるほどの強い毒は持っていないのですが、摂取後30分から90分程度で異常が発生します。現れる症状は主に吐き気や眠気、発汗、視聴覚や気分の変化、多幸感、健忘といったものです。より重い中毒では混乱、幻覚が起き、症状は2日以上続く場合もあるのだとか。しかし、かなりの量を食べないと幻覚の症状は起こらないそうです。ということは、作中でかなりの量を食べているマリオはもしかすると。ちなみに、ヨーロッパでは毒キノコにもかかわらず、幸福のシンボルとして親しまれているのだとか。制限時間の裏設定。マリオをプレイしているとき、どうしても意識しなくてはいけないのが制限時間。ステージに夢中になってしまい、気がついたら残り時間がわずか、なんてこと、あなたも経験したことがあるはず。しかし、よーく見てみると、制限時間の減り方が早いと思った方もいると思います。その減り方たるや、明らかに秒よりも早い。この時間単位は一体何なのでしょうか。ストップウォッチで計測すると、10カウントはおよそ 4.3 秒、つまり1カウントはおよそ 0.43 秒となります。仮にスタート時の制限時間が500カウントだったとしても、実際には250秒弱の時間しかないということになるのです。でも、なんで1カウント1秒じゃないんだろうと思われる方もいるかもしれませんね。現在、私たちの世界で使われている時間の単位は1日を24等分する方法ですが、昔は1日を100等分する刻という方法があったそうです。この計算だと、マリオの世界では十進法が使われていることがわかります。住んでいる世界が違うとなると、時間の数え方もまた違うのですね。ピーチ姫が誘拐される理由。クッパがキノコ王国を攻めてくる理由、それはピーチ姫を誘拐しようと企てたため。彼女の警備をもう少し強化すればなんとかなるものをと思わないこともないですが。ではなぜクッパはピーチ姫を誘拐しようと思ったのでしょうか。どうやらクッパは何らかの呪いによって怪物の姿にされてしまったのです。
そしてその呪いを解くためにピーチ姫を狙ったのだとか。こう聞くとまるでピーチ姫が白魔導士か僧侶のような存在に思えてくるのですが、肝心の本人に呪いを解く力があるかどうかは明らかにされていません。そもそもクッパの元々の姿は亀、元に戻ってもあまり意味がないように思えます。また別の説ではクッパの子供たちの面倒を見させるために誘拐したとも言われています。そして最近のマリオシリーズでは誘拐した理由をピーチ姫と結婚したいからというものに変えています。このあたりは大人の事情がプンプンするのであまり触れない方が良さそうですね。ブロックの正体、ステージを攻略中幾度も目にするブロック、様々な仕掛けやアイテムが隠されていますよね。何が入っているのかワクワクしながら叩いたり砕いたりしているかもしれません。しかしマリオにぶち壊されまくっているブロックの正体を知ったらあなたはもう破壊できなくなるかもしれません。なんとブロックの正体はキノコ王国の住民たちがクッパの魔法によってブロックにされたものだったのです。事実これはスーパーマリオブラザーズの取扱説明書にもはっきりと書かれています。マリオが豪快にぶち壊したり足場にしていたブロックがまさか人間だったとはと思われたかもしれません。人間をブロックにしてしまったクッパも恐ろしいですが、それを壊しまくっているマリオもなかなかのもの。しかも不思議なことに私たちはブロックたちが人間に戻ったシーンを一度も見たことがありません。それどころかクッパを倒して平和になってもブロックはそのままだったような気が。果たして彼らは救出されたのか、それとも叩かれて終わりなのか。ただ一つはっきりと言えること、それはあなたが今この動画を見ている間にも世界中でブロックが壊され続けているということです。いかがでしたでしょうか。もっと他のネタを見させてプリーズなあなたは、当チャンネルをじっくりと楽しんでくださいね。ご視聴ありがとうございました。ご登録お願いします。